イスラエルの首相とは、イスラエルにおける、行政府の主張である。イスラエルでは、議員内閣制に基づき、クネセトの議員の中から首相が選出される。ただし、クネセトによる、首相指名は行われず、儀礼的な国家元首である大統領が、クネセトで第一党となった政党の党首または、連立政党のリーダーを首相候補に指名し、組閣を委任するという形式を採用している。 組閣委任を受けた首相候補は内閣の閣僚名簿をクネセトに提出し、これがクネセトで承認された後、大統領が正式な首相任命を行う。イスラエルの選挙制度は、総選挙での各政党の得票率がほぼそのままクネセトの議席配分に反映されるため、少数政党でも議席を得やすく、小党乱立による分局的多党制に陥る可能性が高い。 そのため、多数の政党からなる連立政権を組まなければ、クネセとの過半数を確保できず、キャスティングボートを握った弱小政党が課題な政治的影響力を行使するなど、政局が流動的かつ不安定な状態が続いていた。このような状況を打開するため、首相のリーダーシップの強化を目的に、国民の直接選挙で首相を選ぶ。 首相公選制の導入が行われた。しかし、制度導入時には、首相選挙と国瀬と総選挙を同時に行えば、双方の選挙結果が連動すると期待されていたのに、対し、実際には多くの有権者が、双方の選挙で、それぞれ別の政党に投票して票を分散させる、ことによって、自らの利益を最大化させる投票行動をとった。このため、以前にも増して、 小党乱スに白車がかかり、首相は、クネセとの過半数確保のためにより多くの少数、政党と連立を組む必要に迫られるなど、当初の期待とは、正反対の状況に陥り、公選首相のリーダーシップは、従来の首相よりもさらに弱いものとなった。その結果、リクード、労働党などの主要政党が廃止する方向で、一致し、2001年3月に正式に廃止された。 ありがとうございます。